に全く体内の成分変化がないっていう、科学的に全く効果がない。あの例えばね、針だけど、針やったら痛み軽くなったっていう方もいるんですよ。そうおっしゃるかと思います。お母さん、娘さん、息子さんで子供さんいらっしゃいます、ね、あの子供たちの痛いのを一番早く手っ取り早く治す方法あるんですよね。治療法開発されてるの知ってます？ほぼ 100% 確率で痛いの痛いの飛んでけだから何やっても痛みなくなっちゃう人いるんです。あれ非科学的でしょ、うん、そういう話なんです。だからあの科学的に調べてみると全く効果がないっていうふうに証明されているものということです。まず針でしょ、ね、湿布、湿布出されて病院で買ってきたことあるから、ね、ありがとうございます。皆さん治りたくて病院に来ました？大前提として合ってます？全く治らない、絶対に治らないっていう科学的証明されているものを売りつけたお医者さんって何考えてるんですかね。気持ちよくなるからっていう方もいるんですよ。気持ちよくなりたくて病院に来ました？治りたくて行きましたよね。だったら治りたい人に売るものじゃないです。これは保険から外れます。決まりました、はい、ね、もうすぐ外れます。保険効かなくなりますから。そんな全く効き目のないものを皆さんの税金を使ってそのお金全部製薬会社に使った話です。納得できます？むちゃくちゃな仕組みだったでしょ今まで。